はい、それではこちらの涼しい木陰でミルクを与えようかと思います。粉ミルクをお湯で溶いております。粉ミルク、今日2頭にこうして用意してますが、量が全く違います。本当の通りご覧の通り非常にお腹が空いていますし、用意されている量もかなり多いです、はい、もう待ちわびてますので、早速お肉に渡せようかと思いますが、まずはちょっと私から一旦離れてもらいましょう。はい、それでは早速皆さんの名前でまず姿をご覧いただこうかと思います。あっという間に飲み干してしまうかと思いますので、どうぞ皆様ご覧ください。はい、大きく商品なぜ用意した量が違うのかと言いますと、実はこのミルク、そもそもお母さんパンダからもらうお乳で足りない分を補う役割なんです。今朝早い時間にお母さんからお乳をもらった大きい、今お腹はさほど空いておりません。お乳で足りなかった分を、そして哺乳瓶で少し与えました。